皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もルーパーで遊んでいきます。さあ今回こちら37から39までですかね。で次回は、黄色星の方行かないといけなさそうですね。さあチルトザデバイス出ました。またこれですか。もう私苦手なんですけど、ちょっと待ってくださいね。前回の動画でかなり苦戦したんですよね。あとノイズが入りますのでご了承くださいませ。さあこうして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 、スマホを後ろに返してこんな感じですよね。あと空中とかであれですかね、ふりゃって空中でこうするのもありですよね。あ、ぶつかっちゃった。なかなか一回できないですか。前回の動画確かくるってこう回ってたんですよね。でもこれだとちょっと後々きついんですよね確か。あ、ちょっとずれちゃう。まあ案外いけますけど、でも最初にあれですよね、左右左右ってなんかあれをしておいた方がいいんですよね。行って、危ない。よし、ちょっと空中、一旦空中。空中戦に。うわぁ、際どい。よし。来ました。見ましたか、皆さん。素敵な結果ですよ。素敵な結果。コンプリート。やっぱりあれですよね。たくさん遊ぶことで、どんどん上手になってきてると、いや嬉しい。ん、何あれ何これ、え、こっちが動くんのこっちが、え、どういうこと、ちょっと待ってくださいね。え、もう一回行きますよ。これが転がるってことですか。どういうってことは、これで押してってことですかね。うりゃっとちょっとうりゃっと、もうなんかロック外れそうですけどね。でもちょっと星がちょっと待って、これ、え、あ、これを乗せたまま、いやクリアしましたけど、ちょっと待って、星が、私星が欲しいので、ちょっともう一回いきましょう。あー、なるほど、こうしましょうか。はい、星取って、星ほらほらと。さあもうクリアですね。さあありがとうございます。謎なクリアの仕方ですけど、合ってたんですかね。ではラスト39ステージですね。いやー、こういうルーパーさんで遊んでると、なんか私もが自分でゲーム作りたくなりますよね。早い、動きが早い、ちょっと動きが早い、ちょっと待って、なんかこういうゲーム作れそうな感じするんですけどね、作れないですかね。さあクリアしました。なんか RPG 作るさんでしか作ったことないから、なんか他にないですかね、ゲームちょっと作れそうちょっと作れそうなゲームがですね、ゲームを作れそうなゲームっていうのも面白いですけど。さあそれではですね、今回の動画以上とさせていただきます。次回は、星どっちも星でしたけど、黄色星ですね。間違えちゃった。どこまでクリアしたか覚えてないですね。と、レベル見て、こちら25ステージからですね、遊んでいきたいと思います。では、ご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。